中田翔、残留確定。巨人の中田翔外野手は FA 権行使の申請書類提出が締め切られた14日、球団に申請書類を提出せず、権利行使は見送った形となった。中田は10月19日、秋季練習に姿を見せた際、自身が有する海外 FA 権について再言及した。権利行使について、いろんなことを考えている、と述考中ながら、代打でっていう気持ちは全くない、とスタメン出場への強いこだわりを鮮明にしていた。まあ残留だよな、巨人で骨埋めて頑張れ。翔ちゃんは絶対に巨人をやめへんでー。そらそうなるわ、代打でもベンチで暴れないようにしつけとけよ。コーナーや先発で出られるよう頑張るだけだ、代打にいてくれるだけでも心強い。残留かよ。それならそれでしっかり戦力になってくれ。来年は3億の代打の力を見せてやれ。なんか書き方が見送った形となったってなってるあたり、いい条件のタンバリン聞こえてこなかったってことかこれ。良くも悪くも日本はアメリカと違ってタンバリンに甘いからな。戦力的に必要なのは分かっているのに残留と聞いてここまでがっかりするのはなぜなんだろう。ヘタレな方かわいいよ。だから偉そうにすんなよわら。そうか残留か、俺らは応援するしかないな。しかし代打戦は嫌だと明言したのどうしたもんか。岡本吉川門脇坂本の内野新体制ができちゃったし、扱いづらいな。中田は残るならしっかり圧拾ったえろよ。これで暴れるようなら2軍に幽閉しときゃよいわ。ここまでは想定内、あとは話し合いだろね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。